アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？大正解！それが俺のクリエイターコードだぞ。それじゃあ動画へ、レッツラッグー！ FNCS、グランドファイナル、ぶちかませー！さあ、ネクサスワラビたちとやり合ってるのはワイルドホークたち。さあ、お互い11交換。さあ、こっち生き残ってるのはリムルとワイルドホーク。さあ、リムル、ここは落ちてはいけないところ。しかし、ワイルドホーク、ワンボックスヘッドショット。89ダメージを入れている。リムルの回復を待っていきたいところ。目の前しっかりレイミーカメ、まずは初動さぶっ倒して、さあリムルと2人で倒していきたい。さあ一旦回復巻いていきます。目の前にはワイルドオーク回復しているので、さあここは純粋な打ち合い。シールド差67のシールド差、まずは先手を取っていきたいところ。さあ目の前に見えている、さあ敵は資材がないので、さあ打てばダメージは入る。カウンターをもらってるがしっかり倒しきる。このねルナッチも強いらしいですね、これね。そしてホスト、さあどこに行くんでしょうか。これはね、クジャクナイトラアリス壊れちゃった。巻き戻しはもうごめん、配信つけたらもう巻き戻し設定できないんだよ。ごめんねごめんね。でも大丈夫、全部動画にするから全部動画にするから任せて。うん、俺と編集者で全部動画にするから、あ任せて。編集者さん、ここ使ってください。よろしくお願いします。さあどうにかこうにかここからアイテムをリフレッシュ、1リフレッシュ決まればもうほぼ上位は取れる。だがやさすがアジアのトップレベル、アサルトライフルがすごいエイムで飛んでくる。さあここワイルドオークデカポを2個飲んでいきたいところ。さあ目の前誰かが死んでるのしっかり見ている。さあ見逃さないワイルドオーク。目の前の敵の資材が取れたらだいぶ美味しいぞ。さあロードが入るが、ここは資材を取っている。97枚増えている。さあしかしここはワイルドホーク川の下に落ちてしまった。さあ川の下は動きにくいので早めにアンチ。さあワンボックス落ち着いて149。さあ横にいる敵にもいるが、ここは下に落ちて、さあやられていく。さあマウフィンがたった一人になってしまった。さあマウフィン一人でどこまでいける。さあ目の前エディットしてどうにかどこかに余ってる資材、さあ1キルでも取っていきたいが、ここは目の前ぐちゃぐちゃになっている。倒せるか、ショットガンが外してしまう。さあ1人倒すが、カッキルが入れられない。さあここはハイグラキープしながら、まだ3パーティー下の敵がやり合うのを待つ。さあラルとルナチがさあ戦っている。ローグラを取ってるのはルナ、そして金本と資材3枚、あまりにも少ない資材と。さあ回復欄だが、これはどうにか2位を取っていきたい。これハイグラが強いね。さあ最後ぐちゃぐちゃになるのはローグラですから、さあどこかで敵が降りてくるぞ。さあ目の前1人落としてしっかりジョザを倒す。さあルナチ、ここはアイテムゲットして、さあ降りてくる敵倒していきたい。さあここは倒せるか、まずは1人かっきり入れるが回復しない。さあ追いかけっこ SVL ベル、ここは1試合目勝っていきます。さあこれはボブ、さあ目の前一発、あーアサルトライフルがなぜか取れない。さあこれはしかしリズアートたちが先制を取っている。後ろからの圧、さあボブはやられてしまうがリズアートがボコっている。さあ横ハイパーフォーティックたち、さあここはアサルトライフル打ってダメージ、うわー、さあ正の打ちをこの状態でもやってみせる。さあしっかり周りを見て、さあシュンシャンが前に走っていく。さあ後ろもケアしているが、さあ立ち回りよめっちゃいい。さあいる場所が素晴らしすぎる。さあしかし横から、ここはメイシフィッシー、さあコヨタたちがメイシをやっている。さあ目の前でやり合っているが、ここはシュンシャン開けない判断偉すぎる。さあ目の前誰かいるぞ。さあこれ大丈夫だね。さあここはフレイエルがいたか、シュンシャンしっかり取り切って、さあリザートと合流していきたい。しっかり合流している。さあシュンシャンたちも資材あるから、まあセカローでもいいな、セカロー。さあリザート金のチャージショットガンを持っている。さあ順位が上がって、さあここでマウフィンが落ちていきます。さあアリスも生き残っている。さあナイトルも生き残って、ワンボックスここは一気に入られてしまう。さあシュンシャン一度アンチ外に逃げていく。目の前いるが、もう一度アンチ外、さあ誰もいないダウンを選択。順位が上がれば上がるほどチャンス。さあ周りを囲んで、ここはメディキットをうまく判断だが、さあ足りない。さあ進んでいって、
4位、3位まで行きたい。うわー、真下に降りてやられていく。さあ、しかしペポとルリが生き残っている。あー、ペポが目の前、アリスたちがいるところ、もう突っ込んでいく、突っ込んでいく、倒す倒す。うわーさあ、ま、うわー、めっちゃいい位置取ってる、ボドコさん。めっちゃいい、最前線で一番先頭。え、しかも待って、しかもこれローグラフリーじゃない、ローグラウンドやん。うわ、ローグラフリーや、これ。いや、強すぎ。え、これ勝てる。これセイルームだったら、これ絶対勝ったね。勝たなかったらアホだよっていうとこっすね。これマウフィンたちマジ勝てる。人数有利も取れてる。さあ、上にはカゲトラたちがいるが、人数は2、2、2、1、1人1がいるな。さあ、だけど上の人間も HP がないので落ちてきても倒せる HP。 さあ、ここ集中。3-3-2-2やな。3-3-2-2っすね。さあ、残り3パーティー。クレンたちのチームか。いや、でも落ちた。ワイルドホークが後ろで倒している。おお、やばすぎ。こいつワンボックス一人で。おお、やばすぎ。カッキルも間に合う。全部倒して現在7キルは。おい、全部倒したぞ上行って。さあ、そして2対2、ここはやられてしまうが、リムルが回復。まあ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 、やりきればワンチャン。うわーわーワイホ強すぎやろ。ワイホ強すぎやろあいつ。ちょっとワイホーは何してたか見ていいっすか、ちょっと後ろで。ワイルドオークがこのこっから何してたか。キンチャー持ってチャージ、フルチャージで。さあ、味方に回復上げて、残り5分。何してたのこいつマジで。こう一人でここ外行くんやな。一人でここ外行って横から回って、まずはカゲトラを倒す。ワンボックス、あーガッキリ入れて目の前。いや、 HP 差ありすぎこれ。これやばい。いや、なんでこれ勝つのこいつ強すぎるだろさあ、残り10パーティー。ハイグラは誰からも狙われない。しかもこれ見て、ボドカさん、アンチちょっと高くなるの。これ、これしかもローグラきつくなる、このアンチ。ハイグラが強い。撃て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 。戻ってはいないのか。戻ってはいないっすね。え、でも次のアンチが戻りだったらほぼ勝ちっす。2硬いっす、2硬いっす。でもこれ、うん、絶対2位硬いな。2位硬いっす。上なんか 100% 取りに来んし、スナイパーもないから。しかもこれ多いアンチで、いや、これ前に行った方がいいっす。これ上なんで、これローグラが狭くなるんですよ、斜面があると。うん、うわ、これめっちゃ熱い、このアンチ。いや、これ勝てる、絶対勝った、これいけるな。え、これマジ勝てるっす。さあ、どうなる。キル拾いたい。そうですね、拾えるところな。さあ、あと一発で100いけばマジ出す。いいよ、いいとこ打つ。いや、下がめっちゃやり合ってくれてる。いや、美味しすぎる。さあ、これはラゼル。さあ、倒しに行く。さあ、目の前真空も下まで降りているぞ。さあ、上ではファイヤーが回復勝負でしょう。残り3パーティー、いけるぞ。ラゼル前の方プレディクトして。さあ、残り待つだけ。あ、もうこれ勝った、これ絶対勝った、これ勝ったぞ、これ絶対勝った、これ絶対勝った。いや、ファイヤーが降りてきてる。いや、でも上を取ってるな、ファイヤー。うわー、さあ、順位を伸ばせば伸ばすほど明日が楽になる。グランドファイナル1位に近づく。さあ、ルナが、ルナがまた敵を倒している。すい。さあ、ここは戻りアンチか、多いアンチ。さあ、ジャンパット使って、さあ、ここでいい位置を取っていきたい。さあ、ワンボックス、あー、リスを倒して、目の前にナイトルがいるが、ここはワイルドホークも援護に来ている。さあ、ダメージ取って、現在7キル、さあ、リブルが落ちてしまう。目の前ナイトルがいるが、ここは倒せない。残り11パーティー、ポイントはだいぶ稼いでるぞ。さあ、さあ、順位を稼ぎたい。しかし、ユセアたちが強すぎる。そう、ユセアたちも残り2人。さあ、マウフィンたちどこまでいける。目の前壊して、ジャンパーはもう1個ある。ジャンパー使っていく。さあ、これはハイグラから撃たれてしまうマウフィン。しかし、ミニパーまだある。ワイルドホークも生き残って、残り死で34。どこかでキルポを稼いでいきたい。いや、ハイグラ、いや、ちょっと、さ、ハイグラは、ハイグラ誰がいる。さあ、ロードが、さあ、ハイグラには、さあ、ジョジャたちがハイグラにいるぞ。
さあワイルドホーク、セカハイでどこまで。さあ後ろでナエトルがまだ一人で頑張っている。さあ目の前1位のチーム、ワイルドホークたち。さあここは、いやユセアたちうまく逃げた。残り9パーティー、さあ160稼ぎたい。目の前1位のチーム、ユセオ、いや横から。さあここは1位のルナチを倒して、かっきる。さあ目の前ユセオ横飛びで1位を倒せるか。うわー、ここはカウンター、チョコラブがいた。さあそのままユセアが、さあたった一人、さあ耐えているが、さあローグラが全部壊滅。ローグラのシーク隊、さあ上のレイナーたちの対決になった。さあアンチに入っているのはファイジー。さあレイナー一人で上で耐えている。さあこれはどっちが勝つ。さあレイナーが、うわ一人で二人持っていった、124ポイント。さあデイワン1日目全部終わって、現在の順位見ていきましょう。現在の順位こうなりました。ドン。さあ1位ユセア207ポイント、33チーム唯一200ポイント稼いでここまでやってきた。そして2位はスイッチ188ポイント2位、この時点で10ポイント9ポイント差が、20何ポイント20ポイントぐらいかな差がある。そしてマウフィンたち3位に位置づけています。1位と50ポイント差、まあでもまだ大丈夫でしょう。大丈夫、これはいいポイントで明日への切符つなげてるよ。そしてシンクたちも156、マウフィンたちと3ポイント差だから全然明日。そしてペポたちも4ポイント差だから、これマジで明日だわ、これマジで明日次第。そうね、いやおもろかったな。でクジャクたちが113、まだこの下の方もねあるからね、ワンチャン6試合あるから。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日も頑張っていきましょう。それじゃあ最後はコメント欄またなで見てください。お疲れ様でした。